去年のミクチャでやっぱ1位取れなくて2位っていう結果ですごいやっぱ悔しかった分、今回1位取るっていうのを去年伝えてて有言実行ができたのがすごい嬉しかったです。でも本当に最終日ギリギリになるまでは妹の日和と結構本当にトントンっていうか、抜かして抜かされる、抜かして抜かされるっていうのが繰り返されてて、最終日でボンって間を空けた感じなので危なかったなというふうにも思います。ミクチャラウンドは脱落したメンバー10人にとって敗者復活枠を獲得できる重要なラウンドです。これから発表する総合順位で脱落したメンバーの中で上から5番目までに入っていれば見事敗者復活となり第3ラウンドに進出することができます。それではミクチャラウンドの総合順位を発表します。もう待たせてごめんねっていう気持ちでいっぱいです。やっぱ去年私の選抜決定戦を応援してくれさってたファンの皆様にやっぱずっと今の順位が申し訳ないと思ってたので待たせて申し訳ございませんっていう気持ちです。もう第3ラウンドがもう楽しみで仕方がないんですよ。私は去年とは全然違うような三次審査になってるのでワクワクドキドキなので私を出せたらなというふうに思っています。なんか信じられないって思ったのとなんて言ったらいいの、もうなんか感情がごちゃごちゃすぎてとりあえずなんか勝手に涙が出てくるみたいな感じででもやっぱり1位を狙いたいです。三次審査で応援よろしくお願いします。改めてミクチャラウンド総合順位はこちら。敗者復活するのはリリカ、ヒヨリ、ユーリ、ヒナノ、リノの5人になります。すごい第2ラウンドで脱落した悔しさが正直まだ残ってて、第3ラウンドで絶対にまた取り戻してメルプチの女王の座を奪えたらなって思います。情熱スターのチームのメンバーとは何か話したりしてた？話しました。さっき配信が終わった後にユーリちゃんのところの配信に行ったんですね。ミクチャその時にリムジンを投げてお疲れ様っていうのを言いました。それでその後ゆりちゃんから LINE が来てゆりかちゃん本当にありがとうございましたみたいな、最後のリムジンで本当に泣きそうになったし敗者復活で第3ラウンドの時に一緒に撮影しましょうっていうのを言われてすごく嬉しいなって思いました。敗者復活できて嬉しいっていう気持ちと、ミクチャ終わりになんかリリカちゃんが仲いい子になんか仲いいとかその好きな子たちにこう投げるみたいな、なんかリムジンとか投げるみたいな感じで来てくれたんですよ。でお互い2人とも復活おめでとうみたいなお話をして、ある意味情熱スターが
ずっとまだ長続いてるというか、情熱スターのチーム自体はもうその合宿審査で1回は終わっちゃったかもしれないけど、心のどこかではまだ情熱スターっていうそのチーム自体はまだ残ってるのかなっていうのは自分の中でちょっとあります。いや本当に言えば情熱スター4人とも上がりたかったんですよ。でももう結果に出ちゃったことは出ちゃったし、だからこそ逆にこっちゃんの分もそうだし、ファンの皆さんの分も全力で第3ラウンドでいい結果を出して、本当にゆりちゃんが上がってよかったねと思ってもらえるような感じになりたいです。ギリギリで復活できてすごい、ファンの子にまずすごい感謝っていうか、ファンの子がいなかったら絶対もうここで脱落したままって形になったので、すごいファンの子に感謝っていっぱいです。はい、ということで私は第3ラウンドに進出できることになったので、精一杯頑張って絶対最終ラウンドまで進んで選抜戦を勝ち取りたいと思います。頑張ります。すごいなんかドキドキしてるっていうか、敗者復活枠で上がれたのは嬉しいんですけど、もう正直その進めなかったっていう悔しさがあったから、もう絶対勝ち進んで最終ラウンド行ってやるっていう気持ちがあります。絶対に進んで選抜戦になって、もう今までずっと応援してくださったファンの方に恩返しできるように、もう今度こそ頑張るので応援お願いします。頑張ります。やっぱりそのグループの中では2位だったから、本当なら上がってもよかったんじゃないかっていうコメント欄とかもすごくそういうのをいただいた中でも、やっぱり正々堂々と勝負した中での負けだったので、一度きちんと負けた私がもう一度その場所に戻ってもいいのかとか、その場所にもう一度立って頑張ることができるのかとか、正直また行くことがちょっと怖いなって思うこともあって、みくちゃんも正直最初は結構もうその合宿終わって帰り道とかはやりたくないなとか、戻ってやるもんかみたいな、そういう気持ちが正直ちょっと幼い心の中であったんですけど、ファンのみんながずっとコメント欄とか DM とかで応援してるよとか、ひなおちゃんに選抜戦になってほしいとか、そういう温かい言葉に本当に勇気づけられて、改めて頑張ろうと思い、ファンの皆様を大切にしようと改めて感じることができました。ファンの皆様がくれたこのチャンスを絶対に無駄にせず、これから精一杯頑張っていきますので、皆様温かい目でご覧いただけると嬉しいです。頑張ります。